きょう奈良地裁では安倍元総理銃撃事件で殺人などの罪で起訴された山上徹也被告の公判前整理手続きが開かれる予定でしたが、裁判所に危険物の可能性がある不審物が届いたことから急遽取りやめとなりました。今日正午過ぎ、奈良地裁の玄関は職員や来庁者などであふれ、辺りは一時騒然としました。奈良地裁では今日午後3時から去年7月の安倍元総理銃撃事件で殺人や銃刀法違反などの罪で起訴された山上徹也被告の裁判の争点を明確にする公判前整理手続きが開かれる予定でした。しかし今日午前11時15分ごろ、奈良地裁に不審物が届いたことから警察は危険物の可能性があるとして建物から退避するよう指示し、およそ2時間にわたり対応に当たりました。この影響で奈良地裁は山上被告の公判前整理手続きを取りやめました。警察によりますと、不審物はガムテープで梱包された段ボールで、地裁の職員が金属探知機をかけたところ金属の反応があったということです。捜査上の理由から外見の特徴や中身については明らかにしていませんが、縦33センチ、横28センチ、高さ26センチほどの大きさだということです。奈良県警の爆発物処理班は、奈良地裁東側のシャッターの中で爆発の危険性があるかを確認した後回収し、奈良市内の別の場所に運びました。元総理が銃撃され死亡するという国民的な関心を集める事件の裁判の手続きに備え、奈良地裁は今日ゲート式の金属探知機を設置し、来庁者に手荷物検査をするなど異例の対応を取っていましたが、不審物による公判前整理手続きの中止という前代未聞の事態となりました。警察は威力業務妨害などの疑いも視野に捜査を進めています。なお地裁によりますと、中止となった公判前整理手続きの次回の日程は不明といいます。初公判は来年以降になる見込みですが、山上被告の弁護士は予定された期日を開くことができなかったことは弁護団としても遺憾であるとコメントしていて、今回の騒動が今後の裁判に影響を与えないか懸念が広がります。以上、奈良地裁からお伝えしました。